岡野隆一岡野隆一7月5日1965年8月9日は日本の出版事業者、著作家、政治家、衆議院議員、大正の高山被告老と呼ばれた。広島県広島市で岡野乙吉の次男として生まれる。1923年に分家した。大正末期に九州で不戦運動に尽力して大正の高山被告老と呼ばれ。 福岡県で遊説中の中野聖号と出会って、意気投合し、中野の協力者となった。雑誌、日本及び日本人の記者となる。画館社の理事となり、経営に参画し、また、日本公演通信社社長を務め、図書出版社、両参画を設立して、経営を行った。その他、全国教育図書協会顧問、関門進学会評議員などを務めた。 1926年10月の補欠選挙に、吉田祖吉、中野聖豪の推薦を受けて出馬したが、山内角三郎に敗れた。1930年2月の第17回衆議院議員総選挙に、立憲民政党公認で、福岡県第3区から出馬して当選。1937年4月の第20回総選挙で再選され、衆議院議員を通算2期務めた。 この間、国民同盟の勢力拡張に尽力した。その後、大政翼賛会東和局所務部副部長、同部長、組織変更により講和局所務部長を歴任した。1942年の第21回衆議院議員総選挙では、大政翼賛会の推薦を受けたが落選した。戦後、翼賛議員の経歴により公職追放となった。ありがとうございます。